オールスターゲームのレッドカーペットに大谷翔平が登場。パーフェクト、上品。大谷は MLB の顔。次の007に入れちまいよ。他のみんなクラブに行くような格好だけど、大谷はビジネスマンみたい。これこそがプロのアスリートがすべき格好。一番控えめなやつが一番なのさ。若くて立派な好青年のようだ。アロザレーナの真似してるだろこれ。レッドカーペットの時いつも品の高いビジネスマンみたいな格好してるの好き。仕事の面接に行く時みたいな格好。いや多分商談かなんかだろ。CEO 大谷。取締役会に出席してそう。法律事務所いたら速攻パートナーになれそう。俺の子供の親権取られた時の弁護士もこんなスーツ着てた。ベストプレイヤーでベストドレッサー、大人っぽい。これはドジャースの一員になりたい顔。笑顔の翔平、対真面目な翔平。左がエンゼルスと契約したての顔で、右がそこから5年半経った時の顔。ベンバーランダーがこれで抜いてそう。翔平ってなんでこういうのに彼女連れてこないんだろう。もっと翔平のことが知りたい。一定を忘れるな。